北木さん、アートインサーフ、はい、今年も人気ですよね。よろしくお願いします。教えてもらいます。はい、これ一番基本的なあの初心者にも優しいオールラウンドですね。はい、はい、オールラウンドのアートインサーフ、サイズは9-10と10-6があります。なるほど。これ初めての人から優しい、まあ、あのオールラウンドで何でも使える板です。こちらはついてるのはケース、はい、全部ついてるんです。はい、キャスター付きケースの、ね、あのアートインサーフの、はい、アートインサーフのキャスターでパドルが付いてるんですね。はい、パドルとそれからポンプ、うん、ピン、うんうん、それからリペアキット。なるほど、はい、こちらリーシュはついてないんですか。リーシュもサービスでつけます。今年すごいですね。はい、今年の春はスペシャルです。アートインサーフのシリーズって結構多いですよね。そうですね、あの波乗りを意識したこのイアンバズモデル。あ、そうなんですか。はい、これ波乗り用ですか。そうです。このサイズもですね、はい、あの普通のさっきのオールラウンドよりも小さめです。8-2、はい、それから9フィートの板です。さっきのオールラウンダーの長さいくつですか。はい、さっきのは9-11とそれから10-6です。なるほどです。はい、そっか、これあのインフレータブルでも波乗りができるモデルっていうのがあるんですね。そうです。すごい、サーフィンやりたい人これがいいじゃないですか。そうですね、アラバイでもできそうだしいいですよね、こちら。はい、多分これスクールとかにもいいかもしれないですね。最高ですよね、初心者です。そしてさっきのまあ付属のパドル、はい、遅れたんですけれど、これが一応あのボードワークスの方からサービスで今年は付けさせていただきます。あ、こちらのパドルが付くんですか。はい、赤いやつではなくて。はい、すごいですね。赤いやつアルミなんですけれど、はい、これはあのコンポジット、カーボンとグラスファイバー。こちら軽いですよね。軽いです。しかもこれあの3ピースなんでこの中に入っちゃう。すごいですね。そして袋にまとめてしまいます、はい、でその次これサップヨガですね。あ、ヨガ専用モデル出たんですね。はい、特徴教えてください。はい、他のものよりも幅があります、うん、要は安定性がいいです、はい、であと、女性の方が持ちやすいように、ストラップが長くなってます。本当だ。はい、で真ん中にこの持ち手がついてないんですね。要はここでヨガをするときに真ん中に邪魔になるんですね。そうなんです、これがあると邪魔なんで、ここでヨガをしやすくしてある。でこれがなんでストラップが長いかというと、肩にかける。わ、すごいですね。そうやって持てるんですね。そうです、肩にかけて持てるようになってるんで、女性の方でも運びやすいはい、そしてこちらの、こちらの、はい、これはですね、クルージングしたりとかお散歩用モデルです。これ釣りにもいいですね。鈴木さんの大好きな釣りにも最高なんですか。はい、魚、鳥山がある、うん、魚が跳ねてる、そこに急いで行かなきゃいけないときに、うん、ありますよ、ね、幅があるってやっぱりどうしても遅いです、はい、ちょっと幅が狭めで長いとやっぱ直進性がいいですので距離も漕ぎやすいです。そういう時に僕が使ってるのはこの板。そうなんですね、はい、まさにレース艇を彷彿させるシルエット、かっこいいですね。ただ本当のレース艇よりも幅があるんで安心して乗ってられます。おすすめでございます。これみんなリーシュもパドルもバッグもキャスター付きバッグもセットになってます。すごいです、ね、今年のスペシャルです。ありがとうございます。皆さん、このアートインサーフ今年かなり充実したラインナップなのでね、鈴木さん、はい、鈴木さんもしまうのに手こずってますが、長いのから短いのまで揃ってます。皆さんお店に並ぶのでお待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。